ヨーロッパですよ。日本語の武士に憧れて、だから明治新政府が1863年、明治新政府が続かせた時に清国に勝ってロシアに勝てたんですよ。売るもんだ、売れたのは全部町のつこりです。日本文化のある程度の真実の中にですか、日本人は武士が共にあったということを全部です。皆さんの楽器全部楽器についてありがたいなと思います。で、僕たちはそれをこんな形で守り伝え、次世代に守り伝え、世界にですね、ものを僕らは仕事としてものを作ります。皆様の楽器を演奏して